にちは、ミッドウェストの村井です。草木です。佐藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さて今回の動画なんですけども、はい、なんと、3月の12日からですね、はい、発売予定の新作をご紹介していこうと思います。うっそー、見逃せない。アンリアレンジと一緒に、はい、そうですね、アンリアレンジチャンピオンポップアップかける、うちの、まあ、新作のご紹介ということでですね、まあ、早速やっていきたいわけなんですけども、皆さんちょっと今日のラインナップをご紹介したので持ってきたらいいですか。はい、もうなんか慣れてるね。じゃあまず一つ目から、セントマーケルのグラフィティというフーディーですね。これお値段が 69,300円の L と XL の展開です。なんかこんな感じでなんか発売日やるの久々だね。そうですね、ね、待ちに待ったセイントティアーズですね。セイントティアーズ、はい、はいはい、今回はもともと描いてた本当にヴィンテージというテクニックで、はい、今のクオリティ、大人の人から若い人まで着れる、コロナ禍を経ての本当にコロナ禍を経ての入社紹介にすごくなるなという感じが、いよいよこう同時に来て本当に良かったです。同時に来たらなと思ったところが同時に来たので。そうですね、はい、続いて、続いてがダブレットのリサイクルデニムフレアパンツとストレートパンツですね。これフレアが 37,200円 SM で、ストレートが 35,200円 SM です。はい、まあ、この辺もちょっと履いてもうめちゃかっこいいんで、うん、まあ、履いてご紹介したいと思います。お願いします。セットマイケルはスイングと M サイズの 106,700円です。これセンティアーズコラボレーション、はい、そうですね、かっこいいでしょ。めちゃくちゃかっこいいです。かっこいい。でこちら最後ダブレットのエンブロイダリーネームタグ T シャツ 16,500円 M と XL の展開です。これもいいでしょ。これもね、無地なんですよ。潔い。村井さん着てるでしょ。着てます。これね、青山からの無地、どういうことみたいな感じなんですけど、これはまあバランスと生地感で、もう夏長いですからね、この辺も一緒に見ていただければと思います。こういうの今までなかったんで。そうです、ね、ミッドウェストで無地なかったですから。ないですね、確かに。ウェスト無地な、全然無地ないもんね。そうですね、ミッドウェスト具現させたみたいな。無地、俺も無地、無地ない、無地ない、無地ない、もういいみたいな感じです。いや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 、無地ある。いやいや、 XL もある。 XL も、 XL あるんですよ。 M ある、 L ない、 XL ある、はい、ということで、じゃあもういいでしょ、はい。ということで、来ていきましょう。もうちょっと脱線しそうなんで、はい、行きましょうか。3月12日土曜日の、そういう見逃せない12日ドロップです。あんま言いませんけどね。そうですね、12日ドロップ、ニュードロップ。では一つ目、こちらの今回セントティアーズコラボの、セントマイケルのフーディーをご紹介します。めっちゃかっこいいでしょ。めちゃくちゃかっこいいです。まあ、今回これはもうこれでしょ。これですね、はい。XL、L を着用して。あ、サイズね、サイズ先いく、はい、サイズ、そうです、はい、サイズいきましょう。藤崎172センチ、60キロ。え、何、久々そんなん言ってんの。XL 着てます。 XL、 そんなでも縦とか、あ、でもクルーのシリーズに比べれば身幅とか全体的に出ます。抑えめです。行きだけカットオフになるんで、リブラインでこういうちょっと A ラインになります。くるっと、はい、これは覚えてください。こんな、あ、ごめん。で次、はい、 L、175センチ、体重減って55キロになりました。で、こんな感じです。はい、はい、まあ、僕ももうちょっと、でも大きいの大きいですよ。こんな感じです。はい、十分すごいな。もう多分画面でもすごい映えてると思うんですけど、もうハンドモノ、もうハンドペイント級の商品ですから、うん、はい、本当にこれだけシルクスクリーンして、え、これそうだよね、プリントだもんね。そうです、そうです。プリントかけて、洗いかけてのこの部分は別です。そうですね、でまた別の線で、シルバーの縁取り入って、で、ここはこれ手書きかな。あ、フーディー部分ですね。いや、でもまあ、じゃないだろうな。そしたらもうちょっと個人作業になっちゃうから会えへんと思うから、まあ、そうですね、そういうライティングのものをプリントで載せてる感じですね。と全体にこのティアーズの、これ何柄なの？花柄、コットン。あ、コットンの柄は輪になってるの、はい、なるほど。セントティアーズ、イエバっていう柄らしいですけど、そうですね、ピースフルなモチーフが持ち味のデニムティアーズとのコラボレーションなので、こういうハッピーなプリント使ってる。これでもどうなの？やっぱ写真で、はい、
あの見ていただいてて、え、なんつったらいいの、すごい派手に見えてると思いますけど、全然しんどい来たら大丈夫でしょ、全然大丈夫、うん、まあ、そこがあのこのユーズド、あのヴィンテージもののグラフ、なんて言うんだろう、表現の良さだと思ってるので、うん、味になってるんですよ。そうです、ね、だからあの全然着れる大人の人で着てもらえるあの派手さだと思うんで、これは一品になると思います。ちょっとやっぱり、ね、パンチ効いたものも欲しいというところだと思うんで、はい、まあ、パンチ効いてるものの中でもやっぱこの着心地のクオリティがあるものがやっぱりいいです、ね、今回もめちゃくちゃ軽いですし、本当あの今すぐ使ってもらえる、本当あったかいんで、そうです、はい、あで今すぐ使える大人の方にというところで、ちょっとアウターを見といてください。はい、ね、これストレートの後にいきますけど、ダブレットのパンツに、まあ、テーラー着ることもあるでしょうと、ちょっと下ろせない、うん、下ろせます、ね、大丈夫でしたら、かわいいでしょ、かわいいです、ね、これぐらいの見え方もいいですよね、カーキでこれぐらいでも全然プリントドンって感じに出てこないと思うんで、そうですね、はい、そこがあの良さだと思います、ヴィンテージスタイルの良さが出てます、ヴィンテージスタイルの良さがこの素材の表情なんで、やっぱスッと溶け込むというか、はい、で俺のフレアはどうかはちょっと置いといて、僕のフレアのは置いといての、どう、え、かわいいですね、うん、XL の上からこのまたオーバー重ねて、 MA1 もうみんな持ってますから、持ってますね、はい、だからまあこれ G ジャンだったらと思ってください、うん、いいですよ、いい、はい、まあ、でもこのスタイルにはちょっとやっぱフレアなバランスすごいありますね。あ、本当、はい、ちょっとフレアなんか履いてなさすぎてものすごい恥ずかしいし、ちょっとあのお尻どうしていいか可動域がまだ読めません、このいや、これ意外といけますよ、僕も結構1位でしたけど、ロン毛でこれってもうね、ミュージシャン、え、ちょっとね、ローリングローリングストーンちゃうわ、まあいいや、すごいカルチャー感じます、はい、いや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 、でリックのシューズ合わせていました、かわいい、ハニー抜群ですから、よし、僕三原です、よし、はい、三原でもちょっと派手なやついきましょうっていう感じで、ちょっと、はい、まあ、パーカーはここで置いておいて、で次だからパンツのサイジングを見ましょうか、はい、さあ続いてはフレアパンツのご紹介ですフレアパンツ、やっとこれやってない感じだからね、この感じ、さあ、はい、サイズすいません、さっき僕 S 履いてましたけども、ちょっと M に変えました、 M に変えて、見た目は変わんないですよ、ちょちょ、見た目結構変わるね、変わります、見た目結構変わるよね、ブラックね、変わりますね、やっぱあのウエストでこれができるようになりますから、ああ、それはできないです、僕は確かに、三原のシューズで合わせれば裾も大丈夫です、大丈夫、うん、で今回このシリーズはあのこの古着で、回収したデニムのジーンズをちょっといいですよね、はい、もう一回こうまあ、全部をこうまとめて粉砕して糸にしたもの全部まとめて粉砕して糸にしたものをあの使ってるんです、なるほど、これ後ろここ見てもらえれば、これあのリサイクルマークの中 22% って書いてるんですけど、はい、これが今回 の, そのリサイクルで回収したデニムのパーセンテージ含まれてる生地の量他あの外にあるまあ、そうやと思うねそれ以外 22% ないと思う、いやでも聞かれると思うんで一応言っときます何かなってなると思う、はい、いいでしょ、インしてもやっぱちょっと俺落とせる方が俺このサイズ感の方が好きかなっていう感じです、いいですね、どう、こっちの方が似合ってるよ、はい、僕も M の方が好きですね、なじ 100% なじむんで、ね、こういう地厚のしっかりしたデニムはあのもうだから S で買っといた方が良かったかなってなる可能性も大です、うん、ほんまにその辺はちょっとフィッティングで、俺でも S 買うと思う、もう 100% 伸びるから僕も S です、これね絶対ウエストとか馴染んでくるからこの感じになるんだと思います、あで T シャツいっとこう、 T シャツこのエンブロイダリーも僕が M、 僕 XL です、今までなかったでしょセットインの、まあ、今回青山のやつがやっぱこうテーラーシリーズなんでスッキリした袖になっててあの太くないですよね今までのビッグみたいに、で後ろにエンブロイダー出てくるとフラットでスムースのしっかりした T シャツです、こんなんもう何枚あってみて袖折りしたりとか、はい、コーディネートで絶対使えるんで、もうちょっといいやつ買いましょう夏に向けて
そうですね、これなら汗じみも気にならないしというやつで、僕で M で L なしの佐藤君で XL です。ちょっと待って、下着様になるちょっと、かっこいいスタイルで、あの12日発売的に最近出せてなかったんで、ちょっとこの辺も一緒にご紹介しておきましょう。トーガのシャツ、はい、はい、いい、おお、いいんじゃないですか。いい、12日発売的に、これちょっともう本当夏に向けてるんですね。12日発売的に半袖シャツで、この今年はやっぱレース、レースシャツ、メンズレース、これ上がるだよ。これいいっすね。これ上がるよ。全然この T シャツ着てもね、袖大丈夫です、うん、ちょっと大きめのサイズを出してますから。これにフレアパンツが一番今かっこいいですね。いいでしょ、はい、に着させていただきたいと思います。今回のカプセルコレクションはやっぱこのジャケットフレアですからね。うん、おしゃれですね、これは。どうですか。いや、めちゃくちゃおしゃれです。本当超かっこいいですね。本当にちょっとおしゃれかどうかは別として、あのしたいです、こういう格好、ジャケットを、うん、バサッとフレアに。これはいいですね。瞬間あるじゃない、瞬差あるね。あります、あります。めちゃくちゃ瞬です。あの意外とこういうあの裾のデザインなんかも、じゃあ触れてないやん、ほらそういうの新鮮ですよね。新鮮っていうか、いや、なんか多いじゃないですか、いろんなハイブランドとかでも出てるみたいな。あ、そうなの。まあちょっとブランド名忘れますけど、あ、ちゃんとこういうところまで入ってるんだなっていう。37,000円です。なんでこちらのフレアのタイプ、いや、これはぜひもうオンラインでも参考にしてもらって、してもらいたいですね。結構僕の伸びると思うな、馴染むと思いますよ、はい、うん、なんか僕は S 買うかな、なんかちょっとジャストで履いといていいと思いますけどね。でもこの腰巻きルマ履きたい方はもうこっち、まあ、最初からね、最初からっていうところですけどね、っていうちょっとサイズ感です。はい、じゃあストレート次行きましょうか。行きます。さあ続いてはストレートタイプのご紹介です。はい、行きましょう。これめっちゃ似合ってる気するわ。どう？似合ってますよ。久々この腰骨の上にガチってくるデニム履いたの好きです。 S サイズ、 M サイズ好きです。このあのこのヒップのホール収まり具合、これは日本人のお尻にやっぱダブル合うよ。あります、あります。これ綺麗にお尻入ると思うんで、かなりのビシルエット、意外とこの加工に見せて。あ、で僕すいません、S です。 S です、はい、で佐藤くんで M、 やっぱこのヒップの落ち感じゃない、この収まりと、あとラインもちょっとやっぱ違いますよね、全然。もっとこのもうちょっと、まあ、フレアパンツ、もともと名称もストレートパンツですけど、細い方がハイハンドで、あのサイドあのスリット入ってるんで、フレアっぽくこっちは広がりますよね。このタイトなラインからの裾の広がり、ストレートっていうか、まあまあまあ、ほんまストレートよね、まあ、いいわ。いや、ほんと昔履いてたジーンズって感じの。ちょっと待って、で、佐藤がどう？腰位置、俺だから このぐらいの感じです。僕も腰位置でいきますけど、これあの音全然落とせますよ、うん、これだから1個外したりしてこういう感じで履いてもよし、うん、確かによしよし、良き武器って言うよね。武器って言います言いますけど、ちょっと最近また言わないですよ。あれほらもう仕入れた途端に言わへんよ。ちょっとただ普通に履いてよ、はい、そのジャストに履いて太さだけちょっとゆったりっていうのも、いや、いいこれいいよ。に僕好きなラインですか。もうリーバイスにヘインズの白 T じゃないですけど、肉感のあるこの T シャツ、尾崎豊です。尾崎豊で本当のヘインズだったら浮いてますからね。そうです、サイズ感が全然違いますしね、はい、38歳の白 T シャツクイーン、いいですね。めちゃくちゃいいじゃん、潔いです。ほんま JW アンダーソンみたいな、ほんまにデザイナーみたいですね。デザイナーみたいな、ちょっと恥ずかしい、自分で実際見たらちょっと恥ずかしい。実際ここ見たらちょっと恥ずかしい、ちょっと恥ずかしいです。全然自分で見たらめっちゃ恥ずかしかった。いや、似合ってますよ。似合ってる、昔っぽいですよね。僕いや、もうほんまにこれが90年代っていうんですか。ちょっとじゃあ90年代でも何でもないよ。あ、そうなの。吉田栄作スタイルですね、これね。いいじゃないですか。これはやっぱもうこういうワードローブとして持ってもらいたいですよ。でも瞬差とファッションとクオリティもあるし、
そういうリサイクルっていう今のサスティナブルな要素もあるし、まあ、さっき の、 セントマイケルもそうなんですけど、ちょっと脱線しちゃいますけど、そういうファッションの要素もあるけど、コロナ禍を経ての、今のライフスタイルにあって、ウェアをやっぱダブレッツさんなんかは、次のメタバースも含めて、すごくちゃんと提案されてるんだ。これ俺見たら笑ってまいっすよ。という感じで、まとめに入りますか。はい。という3月12日、アンリアルエッジのポップアップとともに、ドロップ商品たくさん、他にも本当紹介しきれてない商品増えてきました。はい、ね、そうだいぶね、前までちょっとあるあるって言いながら、本当はあんまないなと思いながらでしたけど、今はあります。ありますからね、はいはい、皆さんぜひお越しください。ということで、はい、今回もチャンネル登録、チャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いします。では、ありがとうございました。ありがとうございました。